8馬身4分の1差、圧勝。つえー。ガチで強すぎはロタ。ライフイズグッドとのマッチレースは痺れた。前走ドバイ勝ち馬に19馬身差だからな。セクレタリアとの再来。1600通過が BC ダートマイルよりも早い。化け物すぎはロタ。ノーステッキじゃん。無事に守護馬になってほしいね。来年はどこを走るんだろう？歴代最強レベルだろこれ。初戦ダート馬だろ。カフェファラオなら勝てた。ドーデュースなら勝てた。この馬主海外に行く気ないっぽい。サウジとかドバイ行かないなら、もう引退でいいだろ。芝走ってみてほしい。これで単勝 1.4 倍もつくのか。ジャックドールはフライトラインのように、パンサラッサについていくべきだった。アメリカンファラオより強い？チャンピオンズカップに来てくれ。サウジドバイ目指さないってことは、やっぱりやってるんですかね。ライフイズグッドって本当はマイルの方が得意だけど、フライトラインと対決するために出てきたんだろ。レーティングどうなるか。